Hello and welcome to Mr. Sun Dragon, and we are doing a Hypham's story quest. So I'm going to be trying to catch up on all the story quests and stuff, considering the fact that Fontaine is coming soon. So that means we have 3.8. The rest of this week. And yeah. So I am also working on trying to get Scaramouche. Wanderer. Because his traversal for the overworld seems really, really great. So. And plus the ability of cutting the cost of catalysts and bows is also really good. Whatever, you know. Those are the two main reasons why I want them is overworld traversal and the cost of more. I know that sounds weird, but I mean, it's beneficial long term. よもやアルハイゼンのやつを代理賢者にするなど一体何を考えたの Little do they know that Nahida's the one that put him in charge. 確かに経歴で言えば先生こそが学術における権威なわけですからどうしてあんな若造が代理賢者になったのかは Damn it, I know you're the god of wisdom, but this was surely a dumb mistake. And he was like, are you calling yourself dumb? He's like, proceed. I mean, in some cases that's not wrong. What you learn in schools is all the same, but sometimes studying outside the school and learning stuff on your own is sometimes more effective. That's not the case for everyone though, but it is the case for a lot of people. I'm dying. he got Grand Sage, I did. I'm a villain. 新しい代理賢者だけどな聞くところによると俺たち治療派の先輩らしいぜ、oh, That means it's Monday. Monday. Hello, it is Monday. It's A's birthday. Happy birthday to A. May she eat some nice cake because she likes sweets despite causing tyranny. Ha ha ha.その人ってプロジェクトは立ち上げてるのかしら私たちも早めに会っておいた方がいいかもアルハイゼンが代理賢者になるって噂は結構広まってるみたいだなでもあいつを知らない Sometimes being the wisest doesn't mean the most famous, you know もしかしてあいつそんなに有名じゃないのかそれに評価もいいものと悪いもので真っ二つだ特にさっきのおじいさんはあいつにすっごく不満があるみたいだったぞうん、大丈夫か具合でも悪いのかマハマトラThe Matra. What? 僕の名はイリアス。マハマトラに会いたい。とても重要なことが。おいおい、大丈夫かよ。あまり無理しない方がいいじゃないか。いっそ、オイラたちに事情を言って、オイラたちがお前の代わりにマハマトラの伝言してやるってのはどうだ？ダメだ。必ずマハマトラに直接会う必要がある信用できるのはマハマトラのみ悪いけど少し肩を貸してくれないか
これはとても重要なことで。Tell you what else is not an option of failure. Using people as your arm stand. God damn it! オイラたちがマハマトラのところまで連れてってやる。Was he the same guy that was in Sino's quest? I think he was. もしかしてセノ様のご友人の方々でしょうか。あいにくですがセノ様は今外で任務を執行なさっています。何かありましたら私に言ってください。後ほどセノ様にお伝えしておきます。オイラたち。教練員の入り口でこいつに会ったんだ。何か重要なことでマハモトラに会いたいらしいんだけど、うん、もしよろしければ私に話してみませんか。シラージ。サラージ。シラージ。よく聞く名ですね。あのインロン派の学者のことでしょうか。ええ、今勢いに乗っていると話題のインドン派の学者です。大胆な発想で考えたことをそのまま実行する天才らしいですよ。聞くところによると彼はインドン派を代表して次の賢者の一人になるかもしれないそうです。それでそのシラージがどうかしたのでしょうか。告発をしたい。シラージは今危険な実験を行っている。僕は奴にさらわれ恐ろしい洞窟に連れて行かれた。そこには実験機材が山ほどあった。僕は必死に逃げた。もう少しで奴に捕まっていただろう。落ち着いてゆっくり話してください。彼は何の実験をしていたんですか。その洞窟はどこにあるんです。それは覚えていない。そんな大事なことなんで覚えてないんだよ。僕が覚えているのはシラージがこちらに向かって歩いてきた後僕の脳に異常が起き始めたことだけだ。たくさんのことを忘れてしまった。まるで悪夢でも見ていたような感覚だ。だけどあそこがとても危険なことだけは覚えている。今すぐ奴らを阻止しなくてはならないんだ。そうだ、奴らは酒場で取引をすると聞いた。一刻も早く。そう言われましても。わかりました。同僚にシラージのことを調べさせますね。ですがその前にマハマトラによる虚偽検出テストを受けてください。僕を疑っているのか。誤解しないでください。これはただの慣例です。It's interesting because a lot of lie detector tests are very faulty since they read most of your nerves. And some people with anxiety and stuff, like that would just not work out too well. Even if they're telling the truth, it could come back as a lie. つまり彼の話は信憑性が高いということです。我々は彼の提供した手がかりに基づいて調査を展開します。そして慣例に従ってこの件をアルハイゼン様にお伝えしました。それを聞いたアルハイゼン様はセノ様に手紙を残し我々と共に行動するとおっしゃったんです。なんか怪しいぞ。あのアルハイゼンがマハマトラと一緒に行動するなんて、何か特別な理由でもあるんじゃないか。考えすぎだ。少し興味があるだけだ。そうなのか。意外と暇なんだ。He does whatever the fuck he wants. He's just like, I don't want to be here. Let's go do something else. アルハイゼン様が我々の行動に加わること自体すでに規則に反していますから、そこにあなた方も一緒となると、はあ、まあいいでしょう。何せイリアスさんを連れてきたのはあなた方ですからね。一緒に来てもいいですよ。I mean, we worked with Sino on a case. We're pretty much Mahamatras, anyways. 必ず秘密にしてくださいね。
リラたち、すっごく口が固いんだ。では、今把握している手がかりについて説明します。イリアさんは、シラージがあるミョーロン派学者と酒場で取引をすると言っていました。これは数少ない正確な記憶で、逃げる際に偶然聞いたようです。それとシラージは今教令院にはおらず、1ヶ月前に長期の外出調査研究を申請しています。もうじきイリアスさんの言っていた取引の日時になります。今すぐ酒場へ向かい、怪しい者がいないか捜索しましょう。そういうことだ。すぐに出発する。君たちは勝手にするといい。オイラたちも行くって言っただろ。All right. 着きました。アルハイゼン様、この後はどうですか？ Accidentally started Nihita's quest, which will be after Alhaefen's quest. So, like I did mention, I started his quest, Thea's quest, and Nihita's quest all at once. So I guess this in general area overlapped. Excuse me.But yeah, so Nahida's video will be right after Alhaefen's.重要参考人である彼の保護をお願いできますでしょうか。いいだろう。もっとも彼が自分で自分の身を守れればなお良かったんだから。相変わらずだな。アール村の時もそうだったけど、すぐ人を無視するんだもんな。程度の低い質問に答えることは、質問した者の甘えも許すことにつながる。それに、俺は自らの態度を彼にはっきりと理解させる必要がある。What do you mean by that? 君たちと同じように、アーラはなぜ俺が一緒に来たのかについて疑問に思っている。だが君たちと違って、彼はこの問題をさらに複雑に考えてしまった。例えるなら、代理賢者がマハマトラの権力に手を出そうとしているという具合にな。彼の質問は明らかに探りを入れてきていた。マハマトラはかつて賢者の影響を受け、こういった官僚の罠に巻き込まれていたからな。本来であれば彼がそんな言い方をする必要は全くないんだ。だからこそ俺は彼らの仕事に手出しをしないことを彼に分かってもらいたかった。ややこしすぎる。だから代理賢者になんてなりたくないと言ったんだ。肩書きは様々な物事をどうしても面倒なものにしてしまう。失礼、アルハイゼンさん。どうしても聞きたいことがあるんだ。以前会ったことはないだろうか。いや、君のことは記憶にない。それもそうか。あなたのような方と関わり合いがあるはずもない。なら、どうしてそんなことを聞く？初めて会った時、なんだかその馴染みのあるような感覚を覚えて。そうか、錯覚だろうか。あるいは、アルハイゼン様、容疑者を確保しました。シラージか？いえ、彼と取引をしていたミョーロン派の学者です。名前はナハランダ。アルハイゼン様、ちょっと待ってくれ。誰か説明してくれないか。確かに俺は実験室から機材やパーツを盗んで売ろうとした。だが代理賢者が直々に出張ってくるようなことじゃないだろう。So why are you stealing shit? おいおい、なんてこった。まさか、とんでもないことに巻き込まれたんじゃないだろうな。俺はただ、一時の利益に目がくらんだだけなんだ。どうか、お許しを。いくつか彼に質問をした。もちろんです。シラージを知っているか？
ああ、買い手の名前だ。酒場で取引すると約束したんだが、いつまで経っても来なくて。取引の内容は？何の実験をしているか知らないが、大量のエネルギー源と電子部品を必要としていた。それらは俺たちのプロジェクトでしか扱っていない。そいつはそれを高値で買い取るからって、俺に損傷品の廃棄という名目で一部の品を確保してほしいと個人的に連絡してきた。本当なら今日酒場でその取引をする予定だったんだ。でもまさかすっぽかされた挙句あんたらに出くわすなんて。もしかしたらシラージはイリアスさんが情報を漏らすことを察してあえて約束の場に来なかったのかもしれません。いずれにせよ手がかりはここで途切れてしまったようですね。幸いシラージのやっていることはこのエネルギー源と電子部品を必要とするようです。その進捗も必ず滞るでしょう。我々にはまだじっくり調査する時間があります。アルハイゼン様は他に何か聞いておかれたいことはありますか？いや、ない。並んだのは君たちが連れていくという。それはそうと、少しの間イリアスを借りることはできるか？はい、問題ありません。イリアスさんにはすでに全面的な虚偽検出テストをしました。他に覚えていることはなかったようですし、我々も現時点では彼から突破口を見つけられるとは思っていませんので。ただこれはついでとしてお聞きするだけなのですが、彼を手元に置いておきたい理由を伺っても。昔記憶喪失に関する論文を読んだことがある。彼の記憶を取り戻せるか試してみたい。なるほど。では我々は一足先に教練院に戻ります。イリアスさんを頼みました。I'll hate if I'm not smart than he's letting on. 結局、シラージは酒場に来なかったし、ナラントラからも手がかりはなかったな。なんだか手詰まりって感じだ。アルハイゼン、本当に最後まで関わるつもりか？お前、この件に興味津々だよな。なんだかオイラ、ちょっと意外だぞ。君はすでに理由に気づいていると思っていたが。おい、全然わからないぞ。Do you know Sir Archer? ああ、俺の同級生だ。そうだったのか。だからアーラムに報告された時、わざわざ一緒についてくるって言ったんだな。つまり興味があったのは内容じゃなくて、容疑者が知り合いだったからってことか。その説明は事実からあまりにもかけ離れている。まあ俺も君がそれ以上正確な答えを出してくれるとは期待していない。だから一旦そのように理解してくれて構わない。俺と彼は同じ年に入学したんだ。その後俺は書記官になったが、彼は引き続き学術の道に進んだ。1年前彼はある課題を申請した。当時の大賢者はそれを見て俺に意見を求めてきたが、俺にはその課題があまりいいものには思えなかった。結果的に見ればそれは根源の六座における人類の進化にまつわることに触れていたからだ。人類の進化にまつわることから恐れを知らずに王妃について語ることまで、根源の六座はこの世の全ての罪の始まりだ。賢者たちが教令の制定と修正をするための規範でもある。俺から見てシラージの研究はあまりにも詰めが甘く、そして一線を越えるものだった。大賢者は様々な意見を参考にして最終的にそれを棄却した。つまりそいつがエネルギー源と電子部品を買おうとしてるのは、大方許可を得ていない状況でこっそり実験を行おうとしているんだろう。なんか怪しいな。なおさら止めた方がいいって気がしてきたぞ。 Yes, we gotta stop him indeed. もうちょっと頑張ってくれよ。何か思い出せないか？ What? That's not how a ninja works. 何度も試したけど、どうやっても思い出せない。まるで熱い霧に覆われているような感覚なんだ。
強烈な刺激を受けた時、人は自己防衛のため記憶の一部を無意識に切り取ってしまうことがある。だが、Let's get him drunk. それらの記憶は実際に消えたわけではなく一時的に封じられているだけ。 He's gonna suck you off. He's gonna give you the time of your life. 適切な刺激を与えれば回復する可能性はある。何でもいい、少しでも気になることを思い返してみるといい。必ずしも事件に関係している必要はない。実を言うと、Just like slip off your pants and let me put it in my mouth. もっとある気がするんだ。自分がどんな人間だったのか、何をしていたのか、思い出せるものもあれば、どうやってもわからないものもある。ただ、やらなければならないことが二つあったことまでは、かすかだけど覚えている。話してみる。一つ目は、教令院から給料を受け取り、ガンダルバー村にいる妹に渡すこと。詳しいことまでは思い出せないけど、毎月お金を妹に渡して家計の助けにしていたような記憶があるんだ。二つ目は何なんだよ。思い出せない。すまない、本当にたくさんのことを忘れてしまったんだ。驚くことじゃない。現時点においてシラージに会ったことがあるのは君だけだ。あの洞窟の具体的な位置を知っているのも君しかいない。俺たちは必要なだけ君をサポートし、記憶を回復させる手伝いをするつもりだ。記憶を失うのってきっとすっごく苦しいよな。思い出せるようにオイラたちが手伝ってやるぞ。ありがとう。苦しいだけじゃなく、言葉にできないような感覚もある。記憶を多くなくすぎたせいで自分への認知も曖昧なものになってるんだ。頭の中で何かがざわざわ鳴り響いて今には気を失いそうになるけど、そんな吐き気のするような感覚の中にもどこか解放されたような気持ちもあって、何はともあれ君たちのおかげで少しははっきりとしてきたよ。僕は確か教令院の調査研究準備室という場所でアルバイトをしていた。毎月の給料もそこで受け取っていたはずだ。わかった。ではまずそこの責任者のもとへ向かおう。アルハイゼン様、直近の調査研究の支出表はすでに事務室にお届けいたしました。もうお読みになりましたか？何か問題などございませんでしたでしょうか？ああ、その最近の調査研究に関する支出だが、以前よりもかなり減ったようだな。はい、調査研究そのものを必要とする学者が減ったことが主な原因かと。詳しいことは複雑な話になりますが、そういえば本日はどうしてこちらへ？彼のことは知っているだろう。イディアスだ。かつてここでアルバイトをしていたと聞いている。わけあって今日は彼の給料をもらいに来た。ええ、それは構いませんが、イディアス、この数日一体どこへ行っていたんです？忙しくなったタイミングであなたが急に何も言わずにいなくなってしまったものですから、仕事は全て他の学者で分担したのですよ。予想外の状況になってしまいまして、みんなに迷惑をかけてしまって本当に申し訳ありません。何かできることはないでしょうか？あなたの仕事はもう他の学者がほとんど終わらせてくれています。ただ一つだけまだ終わっていないものがありますがね。チャンドロは覚えていますか？前に彼が出した外出調査の研究申請はあなたが担当していたはずです。しかし数日前その申請を彼が取り下げまして、外出調査研究の計画をキャンセルしてしまったようです。これで調査研究の申請を取り下げたのは今月で12人目になります。ですのでその理由を聞いてきてほしいのです。この時間チャンドラはコーヒーを飲んでいるはずですから、カフェにいるでしょう。わかりました。それで給料ですが、あなたが戻ってきた後にちゃんと渡しますよ。もちろん次はありませんからね。いつも挨拶もなく姿を消されては
他の同僚の迷惑になりますから。これでいいでしょうか、アルハイゼン様。異論はない、そうしてくれ。イリアース、久しぶりだな。何か用か。調査研究の申請を取り下げたと聞いて、その理由を聞きに来たんだ。ああ、それか。これといった理由はないんだ。ただ行きたくなくなっただけさ。それに申請を取り下げたのも俺だけじゃないはずだろ。最近はみんな研究のモチベーションがないんだ。研究のモチベーションがない。そうだ。というか君は誰だ。どこかで見たことがあるような。気にするな、続きを話せ。この前賢者が失脚しただろ。彼らが主導していた多くの実験プロジェクトが中止になって、それに関与していた学者も審査を受けたんだ。こういう問題が重なる時期にリスクを冒して新しい研究をしようなんて誰も思わない。だからまずは適当に何かで時間を潰して状況が明るくなるまで待つことにしてるのさ。君の言う状況が明るくなるは、新たな賢者の好みを把握するということだろう。ずいぶんはっきりとものを言うんだな。でも実は研究のモチベーションに欠けている原因はそれだけじゃない。他に何があるんだよ。アーカーシャ装置が止まったことさ。知ってるだろう、研究には様々な知識が必要になる。今までなら必要なものは何でも申請をすればアーカーシャが答えてくれていた。この上ないほど便利だったよ。苦労して調べる必要もなく、様々な実験を素早く行うことができていたんだからな。なるほど。君も理解できただろ。あんなにいいものを経験してしまったら、今さら苦労して資料を調べようなんて人はいなくなる。今の教令院でプロジェクトの立ち上げや研究を行っている人はほんの一握りしかいない。ほとんどは名のある学者たちがプロジェクトを立ち上げるのを待って、その時になったら一斉に参加するつもりなのさ。俺みたいにな。名前が載るのは論文の後ろの方になってしまうけど、面倒は大幅に減る。複雑な思考もいらないし、自分に割り当てられたことだけ。I wonder if Felice's consolation is based on the house that she was in. Oh shit.What the hell's going on? Irias, what happened? My head is hurting. I remember. When Shiraz came to me, he said this. You are Shiraz 36号.私が主導する意識の中に溶け込んで、固定されたモジュールのことだけを考えるんだ。そう、蜂の巣にいる働き蜂のようにな。何が何だか全然わからないぞ。 Means he's got other test subjects. それこそがシラージの研究していた内容だ。当時提出された課題とも一致する。ハイブマインドと進化の道だ。Path of evolution. 主に3つの点を実現すれば、人間社会においてハイブマインド、つまり集合自我を形成でき、人類の進化を成し遂げられるとシラージは信じていた。まず能力の高い順に被験者に番号をつけ、1番をマスターマインドに設定する。そしてマスターマインドが物事を数々のモジュールに分け、重要度に基づいて異なる番号のメンバーに振り分ける。またメンバー間では迅速に情報を交換する手段を持つ必要がある。最も理想おいら、まだよく分かってないんだけど、それに何の意味があるんだ。つまり多くの脳を一つにつなげ、それぞれの脳に応じた思考内容を配分するのと同じことだ。それを用いて群衆のマインドをまとめ、個体でありながら組織でもある。
新しい存在を形成していく。おそらくシラージはこのハイブマインドこそ人類を凌駕しうる存在だと考えているのだろう。うわぁ、たくさんの人をぎゅうぎゅう詰めにしてるような感じで、ちょっと怖いぞ。アルハイゼンさんの言う通り、シラージは全ての被験者に異なる番号を割り当てていた。番号が後ろのものはメンバーの衣食住といった簡単な問題だけを考えていたんだ。そして番号が前のものは未来における発展計画といった複雑なことを考える。シラージは僕を36号と呼んでいたから、真ん中から後ろ寄りの番号だと思う。それにシラージは計画は着々と進んでいて、蜂の巣はもうじき完成するとも言ってた。そんなの完成する前に早く止めなきゃダメだぞ。精一杯のことはする。ただ残念ながら思い出せたのはこれだけなんだ。あの洞窟がどこにあるのかはまだ思い出せない。すまない。ゆっくり考えるといい。いつか思い出せるはずだ。だが少し妙だな。細かい辻褄が合わない。何かおかしなところが。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが、シラージが何に基づいて番号を設定しているのかはっきりとしないが、とりあえず用事が終わったのならもう行こう。待ってくれ。さっきシラージについて話しているのが聞こえたんだが、彼を探してるのか。ああ、何か手がかりでも。ああ、シラージは最近何かと有名だからな。聞くところによると、多くの有名な学者からも認められて、次の賢者の有力候補だそうじゃないか。彼の研究グループに何が何でも入りたいと思っている人は大勢いるだろうな。俺にはこれといった才能もないし、そんなチャンスもない。Are we going to really use him as bait? ただ、ジャナキっていう学者のことは知ってるよ。かつてシラージの招待を受けたことがあるにもかかわらず、それを断ってそうだ。もし興味があるのなら、彼女に聞いてみるのはどうだ。普段は火炎の料亭で本を読んでるはずだ。お前がジャナキか？オイラたち、シラージのことについて聞きたいんだけど。イリアス？僕を知っているのか？すまない。君のことはもうあまり覚えていないみたいだ。とぼけてるの？いや、本当に記憶喪失なんだ。思い出せないことが山ほどある。それで、当時やったことはもう覚えてないから許してほしいとでも言いたいわけ？それとも、代理賢者を後ろ盾にして私とのことを清算するつもり？Oh damn, she just straight up called Al Haifam a fucking loner. Wait, 君たちにどんな因縁があるかは知らないし、どうでもいい。シラージがかつて君をプロジェクトに誘っていたらしいが、それは本当か？だったら何？確かにシラージから誘われたわよ。私も彼の課題には結構興味があったし、確かハイブマインドに関する課題だったかしら。でも私を45番目の被験者にしたいとか言い出したから、数字が低すぎるって思って断ったの。そんなに後ろの方なんて嫌でしょ？絶対に行くもんですか。イリアスが36番で、ジャナキが45番。シラージは一体どれだけの人に目をつけたんだよ。その番号が何に基づいて振り分けられているか、シラージから聞かされていないか。聞いたわよ。前の賢者たちはアーカー社を利用して私たちの脳内から知識を抽出していたわよね。当時彼らはアーカー社によって抽出された人々の知識の量をファイルに残していたの。シラージはどこからかそのファイルを手に入れて、それをもとに被験者に番号をつけていると言っていた。Damn. なるほど。そのデータで頭脳の演算能力を測ることができると思っていたのか。Is that even true? データの真偽はさておき、知識で人を評価するのは無意味なことだ。知能は
せいぜい能力の一部でしかない。人というものはとても複雑だ。単一の基準で測ることはできない。でしょ？だから言ったのよ、私が45番だなんて絶対におかしいって。それ以外にシラージについて何か知っているか？もうないわ。彼に誘われて断った、それだけよ。他に用事はある？なければもう行くわ。そいつを見てるだけで鬱陶しくなってくるもの。Let me take you out for dinner first and then have a kid with you. Cream pie you before you go. 本当に忘れたの？本当だ。信じてくれ。オイラが証言するぜ。マハマトラもこいつがいろんなことを忘れてて嘘はついてないって言ってたしな。そう。忘れたのならそれでいいわ。思い出しただけで腹渡が煮えくり返るのよ。わざわざもう一度話すなんてごめんだから。一つ分かってほしいのは、あなたがたくさんの人に面倒をかけたってこと。その中に私も。She's really pissed at him. 他に言うことはないわ。さようなら。I was like, wow. Maybe those two dated and he rejected her or something. Do you want to remember?君はシラージを告発するための証人だが、今は間違いなく記憶を失っている。もし君自身が思い出したくないというなら、誰もそれを強制はできない。必死に思い出そうとするふりをしてから一言できないと言えばそれで終わりだ。僕もどうすればいいかわからない。前にも言ったけど、記憶喪失に気づいた後、なぜか解放されたような感覚を覚えた。でも僕は自分が解放されるべきではない気がするんだ。だからやっぱり過去に起こったことを思い出したい。どうすればいいと思う？俺は君に関する資料を調べることができる。これは仮説だが、本当に君がたくさんの人に面倒をかけたのなら、そのことが必ず資料に残されているはずだ。見てみるか。What if he's Sarajay the whole time? And he decided to wipe his own memory. Ilias が給料を取りに行っている間、君たちは俺と来て資料を調べてくれ。終わり次第ここで集合し、ガンダルバー村へ向かう。わかった。ありがとう。気を楽にするとに。緊張したところで何も意味はない。わかった。もう準備はできているんだ。過去にしたことが何であれ、それに向き合うつもりだ。そしてシラージについても何とか思い出して、全てにケリをつける。その言葉を忘れないことだ。ではまた後で。ここ数年の重要な資料は全てここにあるはずだ。資料を見つけた。下で集まろう。僕は何をしたんだ？資料によると、君はかつて勇気と正義感によって教令員から表彰され、英雄のような待遇を得ていたと。僕が？ああ、君の指導教員が学術的評説をしていて、それを君が告発したような。調査によって君の告発した内容が証明され、指導教員はマハマトラに捕まった。この件は当初
それなりに騒ぎになったらしく、教練員が君を表彰。おっしゃ、何か思い出したか。いや、ただ頭がすごく痛い。まるで割れるようだ。そんなことを僕が。でもどうして。ひとまず放っておこう。シラージの件と直接的な関係はなさそうだ。こんなことで頭脳にダメージを負う必要はない。すまない。本来聞いて嬉しくなることのはずなのに、体が本能的に拒んでいるような。無理やり思い出そうとすると感覚がなくなるほどの痛みがする。ならば順応ってことを進めよう。記憶を取り戻すのは元より苦しいことなんだ。特に思い出したくないようなものならなおさらだ。君がやるべきだと思うことをやるといい。ありがとう。どうして君がそんなに確信を持てるのかわからないけど、少しは自信が出てきたよ。じゃあ次はガンダルバー村に行って給料をイリアスの妹に渡せばいいんだよな。出発だ。多分この近くだ。確か次の道は。We gonna meet with Tanari? Oh, what?イリアス、いきなり帰ってきてどうしたんだ。父さん、なんでもない。ただ様子を見に来たんだ。本当に何もないのね。またいじめられてない？She's hot. うっ。イリアス、どうしたの？大丈夫。ちょっと頭が痛くて、よく寝られなかったからかも。ああ、だからあの時、一時的な感情で動いてはならんと言ったんだ。結局、あんな騒ぎにまでなって、教練院での生活も良くないんだろう。脅迫の手紙が家にまで届いている。Threat letters. Ooh, that's not good. どうしても嫌なら、教練員を辞めて帰ってきてもいいのよ。本当に大丈夫。少し休めばよくなるよ。With a woman like that, who wouldn't want to come back home? 直接のことを知られたくないみたいだな。まあまあ、お父さんもお母さんもその辺にしてあげて。お兄ちゃんはもともと頭痛持ちなんだし、話は今度でもいいでしょ。お兄ちゃん、場所を変えて話そう。お兄ちゃん、頭が痛いの、ちょっとは良くなった？だいぶ良くなったよ。そうだ、今月の給料をもらってきたんだ。家の方は最近どうだ？順調だよ。でも、みんなお兄ちゃんを心配してる。お父さんとお母さんの口うるさいところは許してあげて。本当はみんな、あの時お兄ちゃんは正しいことをしたって知ってるから。ただあれからお兄ちゃんの良くない噂がたくさん流れちゃって、家にまで脅迫の手紙が届いたの。お父さんたちからしたら、多分お兄ちゃんにもっと周りに溶け込んでほしいのかも。溶け込む。そう。あれ、もしかして覚えてない？あの時からお兄ちゃんは。お兄ちゃん、どうしたの？ああ、そうだったのか。思い出したよ。大丈夫。もう全部思い出したんだ。今日のお兄ちゃん、なんか変だよ。とにかく、お兄ちゃんがしたかったことは理解してるよ。でも、私もお父さんと。You know, if she was my sister, I wouldn't mind going all Alabama on her.
お兄ちゃんが英雄かどうかなんて気にしない。もっと気楽に生きてほしい。ただそれだけ。 Same with the mom. I'd go Alabama on her. Hardcore. それならいいんだけど、あなたはお兄ちゃんのお友達？俺よりもこの二人の方が友達という言葉にふさわしいだろう。俺の名はアルハイゼン。彼女は旅人とパイマンだ。あ、確かに誰かから聞いたような。でもお兄ちゃんにお友達がいるって分かってホッとしたよ。一緒にお家でご飯でもどう？ちょうど食材を買いすぎちゃったの。悪い、まだ他の用事があるんだ。そっか、残念。じゃあ私は先に行くね。お兄ちゃん、自分を大事にね。安心してくれ、もうみんなを心配させるようなことはしない。Why are you saying it like that? ああ、思い出したよ。さっきはありがとう。なんだか、あなたもそこまで嫌われるほどの人じゃないように思えてきたよ。感謝しているときに口に出す言葉には思えないな。すまない。僕は心からそう思ったんだ。前に酒場の入り口で、以前に会ったことはないかと聞いただろう。あなたに会ったとき、懐かしい感覚を覚えたって言ったけど、実は、あれは嫌な感じだったんだ。嫌な感じ？そうだ。でも接してみると、実はそこまで嫌な人ではないんじゃないかと気づいた。おかしいな。どうして当時はあんな風に考えていたんだろう。俺は他人の考えることをあまり気にしないが、それこそが自分の長所だと思っている。君も人付き合い程度で気をもまなくて済むよう、俺のように怠然としているべきだ。うん、僕もあなたのような考え方ができればよかったんだけどね。それはそうと、シラージが実験をやっている洞窟がどこにあるかも思い出したよ。そこに連れて行こう。本当か？やったぜ。でも確かやるべきことは2つあるんだよな。まだ1つしかやってないぞ。もう1つはどうするんだ？やらないのか？物事には優先順位がある。必ずやシラージがハイブマインドを完成させる前に止めなくてはならない。さもないと取り返しがつかなくなるからね。それもそうだな。じゃあ今すぐ出発しようぜ。